ジャン君、おはよう。今日はこれから夜にかけて台風が来るそうです。朝ね、ちょっと曇り具合だったので、窓を開けて風を通そうと思ったら、結構な湿度、じっとりしています。で、今ちょっと日が差してきちゃったから、部屋も暑くなってきちゃったよ。やっぱりエアコンですかね、ジャン君。ですか？ポンちゃん。はい、ポンちゃん。ポンちゃんも、はい、外が気になるかな。はいはい。じゃあ、可愛い声になったね。ポンちゃん。ポンちゃん。はい、お二人さん。あら、どうすんな。ポンちゃん。ちょっとで完成だね。最近ですね、ギターも頑張っていますが、仕事の方で、写真を今度撮らなければいけないことがあります。その際にですね、室内で人物を撮るというようなことがあるんですけれども、前使っていたカメラではもう大体、体と馴染んでいたので、撮れるんですが、時代が変わって今や、初めてですね、デジタルの、まあ、ミラーレスですけれども、一眼レフ、今撮っているこれですよ。これを、まだ把握しきれてないんですね。いろんな場面でまだ撮っていませんので、動画はたくさん撮ってるんですけれども、それをちょっと勉強しようと、急いで、このカメラがですね、自分の体の一部になるようにしなければいけないと、ギター弾きながらそんな話をしています。今度はなんかギター弾きながらも、ちょっと言いましたが、このカメラですね、キヤノンの M5 という、カメラになりますが、今これマイクがついていますけどね、これのストロボ撮影についてちょっとマニュアルと、あとはさっきから何度も見ているんですが、
こういうことですね、ストロボ撮影についてバウンズ、天井バウンズっていうのをやることになると思うんですが、そういう動画をですねたくさん見て、今研究中です。まあ何にしてもこれは、撮って自分で身につけるしかないので、これからできたらね、美人の、モデルがいると一番いいんですがそんなの雇えないので、なんかクマの人形でも置いて撮るか、あ、これがいるか